ご視聴ありがとうございます。ファイナルファンタジー7リバースをプレイしていきます。この動画は自身でプレイした戦闘シーン、移動シーンが含まれており、配信ガイドラインに従った投稿内容となります。コースター!アモールカードとリゾートウェアの交換はこちらです。バトンタッチする？うん、ではでは。ティファ、よろしく。うん、ついてきて。ハッピーテンダー、どこだい？ねえ、どこ行こっか。どこですか？任せて。譲り合い譲り合い。ハッピーさん、どこ？じゃあ先に行くね。ティファ、エアリス、なんでこんなところに？ジョニーこそ、それどうしたの？シンラの重役の荷物だよ。これからホテルまで運ぶところだ。シンラって、ジョニー、あんなにシンラのこと嫌ってたじゃない。市長の命令さ。あの人は俺の恩人だから。俺はもう、ごぼう這いずり回るネズミじゃない。リゾートウェア似合ってますね。ビーチに入りますか？じゃあ行こう。かっこよくね。おお、レッド、どうかな。え、ティファはイルカのようにしなやかで、エアリスはクラゲのように柔軟だな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。もう、あ、かあ、緊張感ってもんがねえぜ、まったく。クラウド、どうかした？え、ああ、いや、ここは、その、日差しが強い。気をつけろ、焼きすぎると痛い。後でな。もっとなんか、ないの？おい、道開けろ。北条くん。おお、なんだ君たちも来ていたのかね。ああ、今日の目的はエアリスじゃない。もちろん協力してくれるというのなら歓迎するがね。お断りします。うん、そ、
それよりこれから私の見せ物が始まる。君も参加するかね。ん？もう前だ。楽しみ。どうだ、私の助手にならんかね。生活はシンラカンパニーが生涯保証しよう。どうしよう。今考えている実験には女の助手が必要でね。そう、新たなる英雄の創造だ。さすが博士。英雄には万人がひれ伏す美しさが必要なのだ。英雄は資質や功績だけではなく、ねえ、君も呼ばれてきたのだろう。何の話だ。自覚がないのか。見たまえ、君の兄弟たちも集まってきたぞ。だ、並べろ。はい。おい、何する気だ。さあ、実験ショーの開幕だ。見事だ。これぞリユニオンの力。そうそう、その状態の決体が欲しかったのだよ。貴様、バレット、みんなを助けよう。いいぞ。やつら好き放題だな。許さない。そこだ。
死体を頼んだぞ。よし、やっちゃおう。こりゃ出番だよ。さあ、やったね。すんざけ、連携しよう。さあ、行くよ。貫いて当たるな。ここが正念場か。そこだ。やれそうか。邪魔だ。でっちゃう。くっ、そこ引き裂く。そっちは任せる。私に任せて。そこ頼り。まだ手はあるはずだ。少し下がってよくね。でっかく。ちゃう。刻む。急げ急げ。一気に叩き込む。仕掛け、やっ、決める、決めてやれ。獲物はもらった。イカれる刃よ。どうだ、逃げ場を勢いに乗らせる。やっ、さっか。欲しいだけは覚えているか。また可愛がってやるぞ。とどろけ。おとなしく近づく。これで全員か。そろそろ引き上げるとしよう。そうはいかないよ。お呼びじゃなかった。いや、助かった。このまま戦ってもキリがない。私に考えがあるから、時間稼ぎよろしくね。ガッチャ、逃げ出したのか。ガッチャ、チャデイ、ガッチャ。実に興味深い。切り開いて細胞の隅々まで調べねばな。デイ、このままではチャ。俺のせいで。おい、そこのお兄さん。え？こっちこっち。お、俺？助けたいんでしょ？ちょっと手伝え。ああ、潮時だな。Hey!
忍法青天の霹靂。おそ松。これ以上はやめよう。ミッドガル、この海の向こうだよね。本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって北条に捕まってひどいことされて、だから私、あの人が憎い。時々復讐とか考えちゃうんだ。あんまりひどいこと考えて自分が怖くなるくらい。ただの想像だ。気の済むまでやればいい。心配いらない。そうかな。先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。結論がどうだろうと手伝う。あ、頼もしい。戻ろっか。その時の気持ちで決める。うん、そうだね。その時はよろしく。ああ。ううん、未来の私に頼んだ。きっとすっごくいい女だよ。お見逃しなく。忘れないよ、今日のこと。お店の人が見つからないから勝手に作っちゃった。コスタデルソル、お店でもたまに作ってたんだ。いつか行けたらいいねって。セブンスヘブンでシェイカーを振ってたのがすごく昔のことみたい。そうだな、いろいろあったよな。クラウドは忘れたいって思う？辛いことや悲しいこと。忘れられない。辛かったことほど。うん、私も同じ。ねえ、クラウドの分も作ろっか。いや、いい。ティファのカクテルはセブンスヘブンを再建してからだ。バレットとの約束なんだ。いつの間にそんな約束したの？内緒だ。内緒にする意味わかりませんけど。いつか落ち着いたら
ただ海を見てぼーっとしたいね。北条のせいでめちゃくちゃだな。いや、我々のせいか。奴のことになると平静でいられなくなる。気にするな。目の前であんなことをされれば誰だって同じだ。ああ、次は噛み切ってやる。私の死んだ生命もここまでか。私は決めたよ。もう会社なんて辞めてやる。死んだのバッカ野郎、死んだのバッカ野郎。なんだかんだユーフィーに助けられちまったな。俺はあいつらに何もしてやれなかった。何もかも悪いのは北条だ。あいつをこのままにしておくわけにはいかねえ。必ず後悔させてやる。綺麗な海、マリンにも見せてやりてえな。おう、もう行くのか。ちっと騒ぎはあったけどな。ホテルに戻ろっか。海から遠いシーサイドジョニーな。皆さん、ジョニー、大丈夫なの？このくらい平気です。おかげで助かった。その、実は俺の大活躍を見てた女の子たちが教えてくれたんです。ホテルやカポの市長のこと。俺、騙されてたのに何も見えてなくて。お金借りてるんだよね。返す当てはあるの？それが、町を救ったヒーローをこれ以上カモにするならあんたの悪事世界中に広めてやるって女の子たちが市長に詰め寄って、気づいたら全部チャラ。うん、そりゃいい。コスタの英雄ジョニー、必ずやシーサイドジョニーを七つ星のホテルにしてみせます。うん、応援してる。今日のところは星なしジョニーだけどな。精一杯おもてなししました。痛え。
ありがとう。おいおい、大丈夫か。こっちっす。先が思いやられるぜ。コースター、アモールカードとリゾートウェアの交換はこちらです。バトンタッチする？うん、ではでは。次はどうですか？ティファ、エアリス、なんでこんなところに？ジョニーこそ、それどうしたの？シンラの重役の荷物だよ。これからホテルまで運ぶところだ。シンラってジョニー、あんなにシンラのこと嫌ってたじゃない。市長の命令さ。あの人は俺の恩人だから。俺はもうここを這いずり回るネズミじゃない。リゾートウェア似合ってますね。ビーチに入りますか？じゃあ行こう。かっこよくね。おお、レッド、どうかな。え、ティファはクジラのようにおおらかで、エアリスは巻き貝のように巻き巻きだな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。あ、かあ、緊張感ってもんがねえぜ、まったく。お待たせ。クラウド、どうかした？え、ああ、いや、ここはその日差しが強い。気をつけろ、焼きすぎると痛い。後でな。日焼け対策は万全かな。あ、オイル塗りっこしちゃう？おい、道開けろ。おお、ちょっと待って。王女。おお、なんだ、君たちも来ていたのかね。ああ、今日の目的はエアリスじゃない。もちろん協力してくれるというのなら歓迎するがね。お断りします。それよりこれから私の見せ物が始まる。君も参加するかね？ん？もう待って待って、楽しみ。
お店の人が見つからないから勝手に作っちゃった。コスタデルソル、お店でもたまに作ってたんだ。いつか行けたらいいねって。セブンスヘブンでシェイカーを振ってたのがすごく昔のことみたい。戻りたいか？お店？それはもちろん。でも今は進むしかないって分かってる。気持ちは行ったり来たりしちゃうけどね。ねえ、クラウドの分も作ろっか。いや、いい。ティファのカクテルはセブンスヘブンを再建してからだ。バレットとの約束なんだ。いつの間にそんな約束したの？内緒だ。内緒にする意味わかりませんけど。ミッドガル、この海の向こうだよね。本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって北条に捕まってひどいことされて、だから私、あの人が憎い。時々復讐とか考えちゃうんだ。あんまりひどいこと考えて自分が怖くなるくらい。考えすぎだ。だって先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。結論がどうだろうと手伝う。頼もしい。戻ろっか。その時の気持ちで決める。うん、そうだね。その時はよろしく。ああ。ううん、未来の私に頼んだ。きっとすっごくいい女だよ。お見逃しなく。